皆さんこんにちは。衆議院議員の今枝総一郎です。教えて今枝先生シリーズ。今日のテーマはハルシネーションです。それでは行ってみましょう。もう先生、聞いてくださいよ。この前チャット GPT に物語のあらすじを聞いたら、ところどころデタラメだったんですよ。嘘じゃんと思ってびっくりしちゃいました。そうだったんですね。それはハルシネーションという現象ですね。ハルシネーションって何ですか？それハルシネーションとは、人工知能 AI が事実に基づかない情報を生成する現象のことです。この言葉は幻覚を意味する言葉から取られたもので、人工知能が幻覚を見ているかのように、もっともらしい事実とは異なる内容を回答することから付けられました。作話や妄想などの表現も使われることがあります。そんな現象があるんですね。知りませんでした。けどなんでそんなことが起こってしまうんですか？学習データが誤っていることやバイアスがかかってしまうことがまず挙げられます。例えば言語モデルの場合、インターネットなどから収集した大量のデータでモデルを学習するため、そのデータ内に偏りや誤った情報が含まれてしまい、結果としてハルシネーションが発生してしまうことがあります。また文脈を重視した回答をしてしまうことも原因の一つですね。正確さよりも意味合いや文脈に合っているかを重視して回答が生成されることもあります。その他、情報を推測することがあったり、情報が古いということも要因にあります。原因は様々なんですね。物語のあらすじに誤りがあったのは文学の内容だからっていうのもあるんでしょうか？他にはどのような違った回答があるんでしょうか？科学に関する質問をチャット GPT に聞いてみたところ、事実でないことが回答されたことがあります。太陽系の惑星を質量が多い順に並べ替えてくださいとプロンプトを入力したところ、木星、土星、天王星、海王星、地球、金星、火星、水星、質量が最も大きい木星から最も小さい水星まで順番に並んでいますという回答が出されました。しかし実際のデータを見てみると、天王星の質量と海王星の質量の順番が逆であることがわかります。それは大変ですね。けれどもし自分の方が知っていることがあったら、なんだか嬉しいですね。解決策はあるんでしょうか？このような現象が起こらないように様々な対応がされています。ビジネスの場では厳密さが求められますね。間違った情報が回答されてしまう可能性があるというのは、そのような場面で懸念や障害になっています。インターネットのショッピングサイトでは SEO 改善、商品が売れやすいようタイトル、説明の修正を提案するようなAI アシスト、マーケティングクリエイティブの作成を実現済みです。他にも人がやりたがらない単純作業的なオペレーションの自動化もトライしています。こういった際にはハルシネーションのリスクに配慮して、望ましくない出力が含まれないようモデルからの出力結果を評価・検証する必要があると検討会で意見が出ていたりします。チャット GPT の正答率 40% であるビジネスドメインの質問セットに対して、ある企業の開発した生成 AI を使うと、なんと正答率が 90% 以上にもなったそうです。ビジネスの場で間違ったことがあったら、恥をかくだけじゃ済まされないですもんね。正答率が 40% っていうのは思ったよりも低くて驚きましたが、それを 90% にまで上げられる生成 AI を作れるだなんてすごいですね。またハルシネーション対策として、以前に解説動画でも登場した大規模言語モデル LLM の出力を LLM によって評価をする LLM as a judge という手法があります。 LLM の出力について嘘や偏見は含まれていませんかと LLM に質問することで、出力の誤りを検出することができることがあるんです。ある LLM の出力を別の LLM によって評価する手法もあれば、同じ LLM を使って評価するケースもあります。プロンプトを工夫すれば同じモデルでもチェックできると評価する人もいます。これ以外にも様々なハルシネーション抑制のための研究がなされていますが、現時点ではハルシネーションを完全に抑制することは難しく、複数の手段を組み合わせることで緩和する取り組みが進められています。LLM もプロンプトも動画で出てきましたね。そうやってチェックもすることができるんですね。 AI はこれまでの歴史的に考えると使われ始めたばかりなのに、 AI のミスまで研究が進められているなんて、これからとっても楽しみですね。ハルシネーションがゼロになる未来も近いんですかね。ただここで皆さんに理解してほしいのは、ハルシネーションは完全な悪ではないということです。今の生成 AI は前提としてハルシネーションが発生してしまいます。
しかし、ユーザーが生成 AI の出力を噛み砕いて使うなら、ハルシネーションは大きな問題にはならないはずです。確かに、生成 AI の出力にも誤りが含まれるということを理解して、生成 AI の出力を鵜呑みにしないように注意すれば、大きなトラブルを回避できますよね。経済産業省では、デジタル時代の人材政策に関する検討会といった場を通して、外部の有識者を交えて議論を行っています。行政が突破すべき壁として、ハルシネーションなどの不安感を払拭することが必要であり、利用例を集めて使い方を示していくことが求められています。企業が生成 AI を導入するにあたって、利用、活用する事例が少ないため、AI 活用の事例集を作成するなどし、事例を示していく必要があります。そして事例を参照し、まずは生成 AI を使いこなしていくようにすることが求められています。皆さん、いつも教えて今枝先生シリーズご視聴いただきありがとうございます。これからも新産業、テクノロジー、またイノベーション、経済、社会といろんなことについて話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。チャンネル登録や高評価もぜひぜひよろしくお願いします。